いやー、いやー、マジで吉川、岡本様々ですね、今日はですね、本当に。まあ、連敗続いてて、ちょっとほんまに阪神盛り上げてきててね、マジでやばいなというふうに思ってましたけども、耐えたねー。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、ジャイアンツ対ドラゴンズの試合解説の方やっていきたいと思います。はい、今日、なんとか、勝ちました。よかったです、よかったです。っていうところでね、今冒頭でも言いましたように、まあ吉川選手が爆当たりしてましてね、本当にね、この大事な時期にね、本当に頼もしいなと。まあ守備でも貢献度もめちゃくちゃ高いですし、バッティングでもね、今もうめちゃくちゃ打ってるというところで、本当にね、素晴らしい、選手になったなというかね、僕がこんな言い方したらあれなんですけど、素晴らしい選手だなというふうに思います。で、岡本選手ね、決勝ホームランも大変素晴らしかったですし、まあいろいろね、まあチャンスで打てなくてね、僕も言ったりとかいろいろしますけども、結局やっぱりこう、ここで打ってほしいとっていう時にね、やっぱ打ってくれるのが4番かなと、一番いいのかなというふうに思うので、そういった意味ではね、めちゃくちゃ今日のホームランね、まあでかかったですし、まあ吉川選手のね、活躍、まあ菅野さんももちろんそうですけども、まあ非常に、いい戦いができたんじゃないかなというふうに思います。はい、まず動画に入っていく前に、告知させてください。今年中にですね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人を、ね、目指しておりますので、皆さんね、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。達成した暁にはですね、例えばジャイアンツの直樹さん読んだりとか、カズマ読んだりして対談したいなというふうに思ってますんで、ぜひね、皆さんもよろしくお願いします。はい、じゃあですね、動画入っていきたいと思います。まず今日のね、構成を言っていきたいんですけども、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で、最後に僕が気になったところを見ていく。この3つでやらさせてください。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなと思います。はいですね、まず今日はね、6対3というところで、今日ジャイアンツが勝ちました。よいしょ。ナイスゲーム。ナイスゲームというところで、やはり先制点を取って、まあ、追いつかれたんですけども、しっかりね、追い越せたっていうところは、非常に、まあ、自力というかね、なんとか負けられないという気持ちが、ね、すごく現れてたんじゃないかなというふうに思います。で、振り返っていきますと、まず、1回裏ですね、ワンアウト2塁から吉川選手のセンター前ヒットで、先制しますと。で、その後に2アウト1、2塁から浅野選手のセンターオーバーで、この回2点入りますと。はい。で、3回目はですね、ワンアウトランナーなしから吉川選手のホームラン。これもナイスバッティングだったと思います。本当に、狙い打ったなっていう、スリーボールワンサイクからストレートをね、思い切って振り抜いた、結果かなというふうに思います。で、4回表、ワンアウト2塁から、石川選手のセンター前ヒット、で、1点返されますと。で、この時点で3対1になります。で、6回表にですね、また石川選手にホームランを打たれるというところで、この時点で3対2になるんですね。なりまして、で、同点になりますと。すいません、間違えました。で、その後に、6回ぐらいですね、ノーアウト、ランナーなしから岡本選手にね、これ逆転ホームランというところでね、3対3だったんですけども、逆転ホームランというところですね。で、7回裏ですね、吉川選手が2アウト1、2塁から吉川選手ね、これセンターオーバーの3ベースというところで、まあこれで6対3になりまして、まあこのまま締めて、9回まで締めて、最後大勢が締めてくれてね、6対3で勝ちましたというところですね。非常にナイスゲームだったと思うし、まあいろいろね、守備でのミスとかね、ちょっとこれどうなのっていうところありましたけども、後ほどね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい、じゃあですね、まず、次はですね、得点シーンじゃなくて、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず、ホーム側のジャイアンツから見ていきたいと思います。変更点結構ありまして、今日ね、坂本選手がベンチ外だったんですね。だから、今日はね、サードに、岡本選手入っておりまして、で、モンテスがね、今日は2番に入っておりますと。で、今日はファーストに大城さんが入っておりまして、昨日はね、キャッチャーだったんですけども、今日はファーストに大城さんが入っておりまして、で、昨日、7番だった浅野選手が今日6番に、上がっておりまして、で、8番だったら門脇選手が7番。で、
今日はキャッチャー小林選手が8番に入っておりまして、ピッチャーは井上投手から今日は菅野投手というところで、なんとか連敗をね、菅野さんで止めたいというところ。まあ、菅野さんに勝ちはつかなかったですけども、今日はね、結果的につかなかったんですけども、チームが勝ったっていうのは、この時期は非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。で、対するドラゴンズですけども、ドラゴンズでめちゃくちゃ変わってまして、簡単に言いますと、村松選手2番に入ってたんですけども、今日は6番に入っておりますと。で、カリステ選手がこの間出てたんですけども、今日は出てなくて、代わりにレフトに川越選手が5番に入っておりますと。で、細川選手この間4番だったんですけども、今日は3番になってまして、で、宇佐美選手がですね、キャッチャーだったんですが、今日は木下選手がね、7番で、キャッチャーで入っておりますと。で、石川選手がね、この間6番だったんですけども、今日は4番になっておりまして、で、板山選手が今日は8番、この間7番だったんです、7番だったんですけども、今日は8番で、で、福永選手がこの間8番だったんですけども、今日は2番に上がっておりまして、で、ピッチャーが福谷投手から今日は涌井投手というところで、まあ、涌井投手からあんまりこう、なんて言うんだろう、悪いイメージがないというかね、結構打ってるのかなというもので、そういったところで打線の奮起というかね、まあ連敗をどうにか止めたい。まあ菅野さんなんでね、絶対勝ちたいというところありまして、この時期ね、まあジャイアンツも勝っていくしかないのでね、最低5分は絶対取らないといけないので、そういったところでどういう試合になるのかというのは非常に楽しみにね、しておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、ここ今日ちょっと守備の乱れありましたねとか、いうところもちょっとね、詳しく見ていきたいと思うんで、ちょっとここから見てください。よろしくお願いします。こんだけね、詳しく解説してる YouTuber いないんで、よろしくお願いします。登録もしといてね。OK?OK! いきます。はい、まず1回裏行きましょうか。1回裏、まあ先制点で取った回ですけども、まあ、丸選手がね、センター前で出て、ワイルドピッチがあってね、ランナー2塁になりますと。で、ワンアウト2塁で吉川選手のセンター前ヒット。これね、3-2 からインサイドのストレートを打ったんですけども、これね、インコースのボールをセンターに持っていくのって、バットがいわゆるインサイドアウト。インサイドアウトっていうのは、体の近くから通ってないと、近いボールっていうのは、死んでは打てないので、そういったところで、インコースのボールを逆方向でやったりとか、センターに持っていけるっていうのは、センター返しに持っていけるっていうことは、非常にこう、バットが体の近くから通って、まあ、調子がいい証でもあるので、そういったところで、これ、非常にうまく打ったなっていうところはありました。ただ、やっぱりこう、この岡林選手がね、このファンブルをしてしまって、まあ、1点入ったっていうところは、巨人にとっては大きかったですけども、まあ、ドラゴンズからしたら、肩も強いんでね、岡林選手。あのタイミングでもしかしたらバックホームされたら、もしかしたらワンチャンアウトになってたかもしれないなっていうところあったんで、そういったところで、ちょっとドラゴンズももったいなかったなっていうところはありました。はい。でですね、ワンアウト一塁で岡本選手ね、これライトフライ。で、ツーアウト一塁で、まあ、大城選手がこれ、セカンドヒットでしょ。で、これもカットボール打たれてるんですね。カットボール。で、先ほどのこれ吉川選手がまっすぐ打って、でちょっと変化球の割合が増えてきてるんですね。でその中で、これ2アウト1、2塁で浅野選手のこれ、センターのねこれ2塁打、これもカットボールなんですよ。だからちょっとこの吉川選手のこのセンター前ヒットがこうダメージがあったというかね、すごく変化球の配球になったんじゃないかなというふうに思います。でそれで2アウト2、3塁で門脇選手三振したんですけど、ここからね、次は変化球打たれてるんで、次まっすぐにしていこうっていうところで、ストレートの割合が多くなるんですね。というところで、まあ、バッテリーも結構この吉川選手のこのセンター前ヒットのこの、先制タイムリーっていうのが痛かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次ですけども、これ3回表ですね、これ、まあ、小林選手がね、いいプレーがあったんですが、これ2アウトから岡林選手がね、セカンドへの内野安打で出塁して、で、2アウト1塁で、まあ、2番、福永選手の時に、まあ、スチールをしてくるんですね。で、まあ、この場面で言うと、まあ、2点、を取られているので、まあ、ドラゴンズからするとね、そういったところで、まあ、次の回、もしアウトになっても福永選手から始まるというところで、そういったところでスチールをかけてきたんじゃないかなと思いますし、小林選手もね、それを呼んでたというところで、非常にナイス判断でしたし、ナイス送球だったなというふうに思います。はい。で、次ですね。3回裏ですね。これ、吉川選手のホームランというところですけども、結局これもカウント負けというかね、3ボール1ストライクにしてしまったっていうのが、まあ、痛かったんじゃないかなと思ってて、まあ、先ほどね、ストレートうまく打たれてて、今回も、まあ、結局5球目のストレートを打たれてるというところで、まあ、ちょっと、
まあ、中日バッテリーとしてはちょっと投げるボールがないというかね、曲がり球も打たれてるし、まあ、あのストレートも打たれてる。でどっちやるのっていうところ、どっち部屋配球するのっていうところで、まあ、スリーボールなんで、まあ、ストレートでっていうところで、それをね、吉川選手が狙い打ったというところで、非常にナイスバッティングだったなというふうに思います。でこれ次4回表なんですけど、まあ、この回で点取られるんですが、先頭の福永選手にこれ、2塁で打たれますと。で、細川選手をショートゴロで、ワンアウト2塁からこれ石川選手にこれセンター前ヒットで、これタイムリー打たれるんですけど、まあ、先ほどの打席も、まあ、そのツーシームをね、まあ、サード強襲のヒットというところで、まあ、非常に状態はいいなっていうところで、ストレートボール、スライダーボールで、これ結局これもカウント負けというかね、2ボールにしてストレート勝負して、まあ、あのセンター前に運ばれたっていうのがあるんで、まあ、先ほどの吉川選手のホームランもそうでしたけども、結局カウントをね悪くしちゃうと、あの打たれやすくなるというかね、打率が高くなるんでね、結局バッターのっていうところで、非常に、もったいなかったんじゃないかなと思います。でその後に川越選手にこれ二塁打打たれて、でこれワンアウト二三塁というところで、もうこれはねちょっと追加点は本当に、取られたくないというところだったんですけども、ここでしっかりギアチェンジというかね、まあ、長いイニングというか球数少なくいきたいなっていうところは菅野さん自身あったと思うんですけども、そこをしっかりね3球で三振ですよね。カットボール、ファール、フォークボールで、空振り。で、もう1球フォークボール行って空振りというところで、そこはね、しっかりね、ミスなくね、投げ切れたっていうのは菅野さんのね、強みかなというふうに思います。で、木下選手もね、2アウト2、3塁でセンターフライというところで打ち取れて、これはまっすぐで押し込んでというところでね、村松選手の時は変化球で意識さしといて、で、木下選手の時はまっすぐで押し込むというところで、素晴らしい配球だったし、しっかり投げ切れた結果じゃないかなと思います。でですね、4回裏、これ非常に小林選手が大きかったんですけども、2アウトランナーなしから小林選手が2塁だったんですけども、これね、非常に大きくて、次の回1番から回るんでね、菅野さんに回しておけばですね、次の回1番に、1番の丸さんから始まるんで、そういったところで、ちょっとしたね、この、ヒットで、ピッチャーまで回るとか回らないとか、いろいろそこでね、結構流れが変わったりするんで、そういったところで、小林選手のこの、2ベースっていうのはマジででかかったなと思います。でですね、ここ行きましょうか。5回表ですね、ちょっとね、ミスが、ちょいちょいあったなっていうところあったんですけども、これ先頭のこれ、板山選手、これセカンドで内野安打打ったんですけど、これちょっとね、まあ吉川選手がうまいこと回り込んで、ファーストに送球して、まあ送球がショートバウンドになったんですけど、まあ大城さんがね、ちょっとこう、落としてしまって内野安打になるんですね。で、ノーアウト1塁で涌井選手がバント失敗。これは非常に良かったと思います。カットボールでやったりとか、スライダーを使いながらね、バントをさせないというところをしっかりできたと思います。で、ワンアウト1塁で岡林選手も空振り三振。ここもね、非常にナイスピッチングだったんですけど、ツーアウト1塁で、福永選手の、ね、福永選手が、まあ、結果的にはセカンドへの内野安打を打ったんですけど、これ、大城さんの打球なんですね。大城さんの打球を、大城さんが取らなければいけない打球を、大城さんがファーストベースについてて、で、吉川選手がね、回り込んで取って投げたんですけども、まあ、これセーフになってしまうというところで、これはちょっとね、大城さんが普通に、3歩4歩出たら全然取れるボールだったんですけども、まあそこはね、ちょっとまあファーストで起用してるというか、まあこういったミスも、まあ、あるのも分かった上でね、打撃を重視して使ってるんで、そういったところはまあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、まあここはね、大城さんが取ってほしかったなっていうのはありました。で、ここちょっとポイントなんで見ていきたいんですけど、2アウト1、2塁での、これ、細川選手の空振り三振。まあ言うたらね、まあこういうちょっと嫌な流れというか、お前何してんねんみたいな感じになって、で、悪い流れで、これ細川選手だったんですけども、結果的に空振り三振取ったんですね。で、ここがやっぱり、菅野さんがカバーしたというか、まあ、っていうところなんですけども、まあ、フォークボールでボールになりますと。で、スライダーで、見逃しストライク。で、フォークボールで空振りしたんですね、これ。低め、アウトコース低め、真ん中低めぐらいに構えたやつが、インサイドに抜けてきて、細川選手がこういう感じで、ハーフスイングみたいにしたんですね。で、それを見て、僕は、これだいぶインサイドに、意識あるなというか、まあ、いわゆるかかと重心って言って、こう、倒れてる、三塁側に倒れるような、こう、振り方をしたんですけども、それってかかと重心というかね、外のボールに対して、あまりこう、意識がないというか、逆にインサイドに意識があるから、かかと重心によくなったりするんですけども、そこで、ま、絶対次外のまっすぐ行ったら、絶対三振取れるやろうなと思って、案の定やっぱりね、小林選手も外のまっすぐ要求して、振り遅れで、空振り三振したというところで、
だいぶ細川選手ね、まあ、インサイドにこう意識があるんで、もう見逃し方からしてインサイドに意識があるんで、そういったところをやっぱりキャッチャーのね、小林選手はしっかり見えてますから、そこでね、外のストレートで球も強いですし、そこで空振り三振取れたっていうのは、ここは非常に大きかったと思うし、このミスが出た後のね、バッターとかって結構打たれたりすることって多いんですけど、そこをね、しっかりピッチャーの技量、キャッチャーの配球というところで抑えれたっていうのは非常に良かったんちゃうかなと思います。はいですね、次ですね、これね、6回表でね、これまた今日石川選手にめちゃくちゃやられるんですね。で、1打席目これサード強襲で、2打席目センター前のタイムリーで、3打席目なんですけど、これ先頭の石川選手これホームラン打つんですね、ライトに、左真ん中右手全部打たれるんですね。はい。でこれもカーブでボールになって、カットボールの外の別にそんな甘いボールではないと思うんですけど、それをライトスタンドにホームラン打たれるというところで、まあ、今日は完璧に石川選手にやられたというかね、完璧にタイミングが合ってたなっていう感じはしました。で、その後に川越選手にこれピッチャーの強襲打たれて、で、ノーアウト一塁で村松選手にバンド決められて、で、ワンアウト二塁でカリス選手代打出てきたんですけど、これセンターへの二塁打打たれるんですね。タイムリー打たれるんですけども、まあ、これも、やっぱりこう一発っていうところがね、一番気になるというか、打たれてはいけないっていうところで、なかなかインサイドね、それにベースから結構離れて構えてるし、インサイドがこう広く見えるというかね、危ない感じはあるんで、そういったところで外勝負になったんですけども、最後スライダーがね、ちょっとだけ、甘く入って、これです、二塁打打たれるというところですね。まあ、ホームラン打たれないだけマシですね、はっきり言ってね。で、ワンアウト二三塁で板山選手のファーストゴロを、まあ、大城さんが取って、ホーム投げて、ちょっと送球それたんですけども、まあ、ホームはアウトというところですね。で、ツーアウト。で、ここで、ピッチャー交代っていうところですね。ツーアウト三塁でピンチヒッター宇佐美選手が出てきたときに、まあ、高梨選手に、高梨投手にスイッチして、まあ、初球のストレートを、まあ、レフトに打たれたっていうところなんですけど、まあ、これは、秋に行って、まあ、左バッターだと、宇佐美さんだったら、スライダー来るのか、まっすぐ来るのかって、まあ、ほぼ二択なんですね。まあ、シュートもあるだろうけども、まあ、大体の確率で言ったら、外のまっすぐか、外のスライダー、どっちかが来る確率が高いというところがあるんで、そういったところで、まあ、バッテリーはストレートを選択してね、多分、宇佐美選手も、まあ、ストレートを待ってて、それをうまく打たれたっていうところで、まあ、これは、まあ、まあ、仕方ないじゃ仕方ない。まあ、そこまで甘いボールではなかったですし、まあ、仕方なかったかなと思います。はい。で、それで同点に追いつかれましたと。で、6回ぐらいから藤島投手が出てきて、で、そこで、これ、岡本選手のこのホームラン。これは非常にでかかったですね。で、これも先ほど言ったようにカウント負けなんですね。スプリットでボール、ストレートでボール。で、これ2ボールなんですね。で、ここで、まんまとね、まんまというか、こんな、バカ正直に、まっすぐで取りに行けないから、スプリットで、ね、取りに行ったんですけども、それが高めに浮いて、それをね、ホームランというところで、まあ、その高めに浮いた、スライダーでやったりとか、まあ、スプリット、まあ、フォーク、なんでもそうですけども、もうほんまにね、高めに浮いたらもうマジで勝ちなんで、めちゃくちゃ打ちやすい球になるんで、そういったところで、それを一発で仕留められたこの岡本選手っていうのは、今日素晴らしかったなと思います。はい。でですね、7回裏にも、まあ、ジャイアンツに、ね、2点取りましたけども、これも結局、ピッチャーの斉藤投手が、2アウト1塁というところで、オコエ選手にフォアボールを出してしまって、今日バカ当たりしてる吉川選手に回してしまったっていうのが、非常に、ドラゴンズからしたら痛かったなというふうに思うし、これも結局、ストレートがね、外狙ってるボールが、真ん中高めになって、それをね、センターオーバー打ったっていうところで、まあ結構こういうね、調子のいいバッターって、やっぱりバッテリーとかも分かってるから、厳しいところ行かなあかんっていう風に思ってて、逆に真ん中に入ってくるみたいなところってあるんで、逆に調子悪いバッターって、普通に投げといたら大丈夫やっていう風なところはあるんで、ピッチャーもそんな力んでないんでね、いいとこに投げて、抑えられるっていうのがあるんですけども、本当にね、調子良かったらね、本当に真ん中に集まるかのようにね、ボールって集まってくるんで、そういったところで今日吉川選手はね、こんだけ活躍してくれたし、岡本選手もね、まあ、本当にいい場面でね、同点の場面でこのホームランが出たっていうところは、非常にね、ジャイアンツにとって大きいと思いますし、非常にね、粘りがあったナイスゲームだったんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日、まあ、練習を止めて非常に良かったですけども、阪神もね、勝ってたりとかね、広島も勝ってたりとかするんで、できるだけね、やっぱりね、こう、追いつかれないようにね、ほんまに目の前の試合をね、一個一個勝っていく、もうこれしかないと思うんで、しっかりね、これからもね、僕も応援していきたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでですね、もう一回再になりますけども、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。
はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。